レバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、長期投資家は出口戦略考えていないについてコメントでね。いさん、出口戦略は基本ですよ。投資家ならみんなきちんと考えてますよ。成長した分を理覚しないのはその分だけ元本が 増えて、えー、どんどん資産が雪だるま式に増えていくから、毎年利確しないんですよ、というね、えー、コメントの方がついております。わかっております。ということでね。えー、このやり方が、まあ、都市、新宅、長期保有者の、まあ、基本戦略ということに、ねえー、なっておりますけれど、さあ、果たしてこれがね、基本戦略。 王道の戦略ですけれど、最高の方法なのかと。えー、まだ違う方法はありますよと言っていることが、まあ理解できないということになりますので、私はレバナス理覚祭りというのをね、えー、しているんですけれども、なんでレバナス理覚祭りをしているか、再度ね、えー、皆さんと検証していきたいということになります。それでは、スタートです。はい、ということでね、 まず、金融庁のシミュレーションを使ってもそうですし、私はね、楽天証券のシミュレーションの方を使ってもそうです。年間20%とかね、30%っていうのを打ち出して、5万円入金しますとか、まあ頭金は100万入れて、その後は3万円ずつですとかってね、設定して、10年、20年とシミュレーションをかけますと、ものの見事に右肩上がりというね、チャートの方が出てきますよね。こちらの方は、 はまあ5万円だったら5万円3万円だったら3万円毎年積み立てていったら、まあ、SP500 やったら7%ぐらいそしてエレバナンスだったら30%ぐらい、まあ、ファングプラスも25%から30%ぐらいでリターンが出ると計算してね右肩上がりのグラフになるんですけれどそれと実際の株式チャートの方を当てはめてくださいと。 え、株式チャートと、そのね、え、金融庁でもいいですし、ま、どこの証券会社さんが出してるね、え、シミュレーションでもいいんですけれど、え、照らし合わせますと、え、シュミレーションの方は右肩上がりで上がってきますけれど、結果、え、株式チャートの方は上がって、下がって、上がって、下がって、上がって、下がって、上がってを繰り返していくと。最終的には上がるということですね。え、ここは違うわけですよ。ということなんで、ま、金融庁のシミュレーション、楽天証券のシュミレーション、 そして株式チャート照らし合わせて最終地点っていうのは同じところにね、たどり着くんですけれど、その最終地点にたどり着くまでに、一本調子で上がっていくグラフと、上がって下がって上がって下がってを繰り返していきながら、最終ね、ゴール地点に到達するというね、この違いがあるわけなんですよね。そして、長期投資家の人たちっていうのは、 このね、金融庁とか楽天のシュミュレーションを見てね、一本調子で上がっていくっていうイメージの方が多いんじゃないのかなというふうに思うわけなんですね。だからこそ、一本調子だと思ってる人が多いからこそね、下落した時に、あれ、3年積み立てていたのにね、トータル板マイナスになってるやんと、金融庁のシュミュレーションと違うやんとかって言うてね、ロ狽バイ売りをかけていく人たちがいてるというね、これが現実ですよね。このコメント とね飛ばしてきていただいてる方とかはそんなの分かってるから売らへんよという方ですこれが正解なんですそれも分かっていますただね世の中見てくださいと、えー、たくさん老売売りかけて2022年投資信託の積み立てもしくは一括講師 購入されたた方が投資のの世界から去っていたのも事実でしょと私はそういう人たちに向けて、ね、その一本調子で上がっていくんじゃないですよというのをお伝えしているのと、どうしてもトータルリターンがマイナスになるのが嫌だったら私の方法も一つのね、投資信託の積み立て、これを成功させていく方法だということでね、理解してくださいというね、話をしているだけです。何かと言いますと簡単ですよね。利益が出た時例えばレバナス 100万円投資していたと。それが150万になったと。そしたら50万利格する。えー、そして、えーね、そこから株価が下落してますね。えー、レバナンスが、ね、100万円超えた時の基準価格に戻ったら50万円ね。 利確してた分をね、100万円のね、えー、ところに入て150万にすればいいじゃないかと。えー、そうすると、えー、下落していったとしても、安いレバナスが買える。安い S&P500。まあ、S、S&P500 やったらね、そこまでのリターン一気に出ませんからね。まあ、安いね、えー、レバナスをまた買えるということでね、安心感、下落がしていったとしても、50万円追加投資できるからこそ、 ローバイ売りをね、えー、かけずに済んでいくんじゃないかと。そしてまた株式が上昇ターンに入っていけば、しっかりと、えー、利益、ガチをしているより、出るんじゃないかというね、えー、ことなんですよね。けれど、いつきさん、そんなうまいことね、上がっていくタイミング、下がっていくタイミング、わかるわけないやんという話なんですね。えー、その通りです。わかるわけはありません。えー、ですから、えー、ずっと持ってた方が、えー、リターンが出る時もあれば、 売っ,て買ってを繰り返した方ががリターンが出る時もあるともあとととううここれれは終わってみななければ分からないということですねただ、私がこの方法をやるというのは、もちろんね、えー、じっと思ってるよりリターンが出せると私自身は思ってますけれど、これを広くね、えー、情報として発信していってるのはなぜか、えー、それは、下がった時に買えない人、ただ単にガチホだけね、えー、している人で、下がった時に老売する人、老売売りする人がね、続出するわけですよ。 だから、その人たちが老婆よりかけないためにはどうしたらいいのか100万円投資していて50万円プラスになった150万円になったその時にね50万円利格しておいたその後もうちょっと、ね、株価がぐグっッグッと伸びたところで下落が始まったそしてトータルリターンがマイナス20%、30%になってしまった本来だったらガチをしてた人は 160万なってたのに、またね、えー、元本割れしてるってなって、老婆よりかけるわけでしょこのね、元本割れしてるっていうところで、よしよし、上昇してね、ストックしておいた、レムナンスも。 上昇分の折り分がある。はい。トータルリターンマイナス20%、30%になっているところにぶっ込みますと。えー、そうすると、平均取得単価もこなれてきて、えー、保有口数の方もね、復活していると。まあ、うまくいけば増えているというね、えー、状態になるわけなんですよね。これをすることによって、えー、老媒売,売りをね、えー、防げるんじゃないかというふうに思うわけなんですね。 要は、老媒売,売りをしたくなる人間の心理っていうのは、一旦上がったものがなくなっている。しかも、元本割りしている。元本ね、投入した時よりも下になっている。この時に買う資金がない。もしくは、買う資金が手元にあったとしても、再度、レバナスに突っ込めるのかと。 労働収入で貯めているお金をそこに突っ込めるのかともっともっと下がったらどうしようという人間の心理が必ず働いてきますですから手元に働いて貯めたお金があったとしても株価が一旦下落入ってしまった時にはこのお金を投入できる人っていうのはさらにその投入する段階ではストレスがかかります ほんまに投入して大丈夫やろうか。けれど、安くなったら買えって月が言ってるし、とかって言うてね、買える人はまだいいんですよ。買えない人が続出する。逆に、買えないだけじゃなくて、売ってしまう人が続出するということなんですね。ですけれど、レバナスで稼いだ金だったらどうでしょうかと。これは、労働収入から出すんではなくて、レバナスが稼いでくれたお金をストックしておいたと。ここや いつきが言ってたのはこのタイミングやということで購入できるんじゃないかと。そこで、たとえね、ガチをしてた方が、本来は次上昇した時リターンが取れてたかもわかりませんけれども、ローバイ売りをねえ、かけるのを防げた人たちからすると、また、えー、自分のレバナンスがね、資産が形成していけば、ああ、やっぱりね、あの時、売らずに。 追加購入していてよかったという結論になるわけですよ。だからね、最高のパフォーマンスを取れるかどうかっていうのはこれや,やってみないとわからないわけです。ガチをしてた方がいい時もあれば、逆にね、理確してね、下で入り直した方がいいというね。まあ私がこのね、情報を発信しているのは、ローバイ売りをいかに不正でいくのか。 レバナスを長期保有していくにあたって何が必要なのか。それは下落した時にスポット購入する資金をいかに効率よく作っていくのか。そして下落してスポット購入をするときに本当に労働収入から出せる人たちが多いのか。少ないから皆さん、ローバー売りかけて、星の世界から退場していくということがねありますので、それを防ぐためにもしっかりとレバナスでリターンが乗った時に利格すると。 まあ普通はレバナンス、最高値を更新してね、まあ10%、20%ぐらい上昇したところで、まあ上昇分の半分ぐらい。例えば100万原資を入れていたとするならば、それが50万円になっていたら、その半分、25万円ぐらいをね、利格しておいて、スポット購入資金に当てていくというようなね、まあやり方がね、 いいいいいんじゃないかなかとううふうには、ね、思います、まあ、この辺りのことはね、理学のタイミングということでね、まあ、それ人それぞれ変わってくるでしょうけれど、まあ、レバナスの方もね、今年の年末から、そしてまあ来年初頭ぐらいにかけてはね、最高値更新していくんじゃないかというふうに思いますんで、この最高値を更新してね、まあ、10%、20%、30%上昇した辺りっていうのがね、まあ、そろそろ一旦の上昇のね、打ち止め、そこからね、 暴落するかどうかわかりませんよ。ただね、調整は入ってくるということになりますので、まあその調整の時にね、買い戻してもよし、そのまま持っていて本格的な暴落を待ってもよしということになります。 最後のおまとめといたしましては、私はね、このやり方をやっているのは、狼狽売りをね、阻止する、えーねえー、防ぐという、ね、目的で、まあそういう老媒売りをね、かけてしまいそうな人たちに対してのお情報発信というところをご理解していただければと思います。ただ私自身はね、最高のパフォーマンスとりますけどね。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら